ああ、そうだ。配信のどっかで言おうと思ったんだった。各チームのやっぱ、コメレターっすね、コメレター。コメレター問題。エーペックスとは切っても切れないコメレター君。この時間になぜコメレターがいけないかについて話していきたいと思うんですけど。いるじゃん、なんか。まあ、コメレターの中でも、今コメレターやめてくださいと。求めてないですと言っても、こう、アドバイスを押し付けてくるやからいるじゃないですか。なんで今の声しないなんて。いるじゃないですか。で、まあ、もちろん参加者でもね、配信中に、いや、コメレターはあんまりいらないですと言ってる方もいらっしゃいますが、じゃあなんでダメなのかという話になってくるんですけど、何が一番迷惑ってね、まずそもそも、その各チームに教える人が存在してるわけじゃないですか。大前提としてね。まず一個。教える人が仮にいなくて、なんかこう、まあじゃあ、リスナーの皆さんアドバイスくださいと言ってる場合とかだったら、ちょっと話も変わってくるかなと思うんですが、人に何かを教えるときって、まあなんだろう、大事なことの一つとして、どういう順番で物事を教えるかとかもすげえ大事なわけですよ。言っちゃえば、始めたばっかの人にストレイフとか教えても仕方ないし、なんかそれよりもこう、じゃあどのタイミングでバッテリー巻くかとか、なんかそういう基礎的なことから教えていく方が良いんですね、やっぱ。で、基本的にコメントに書かれるアドバイスって、そういうのを全部無視して、なんか結果論で一番正しかったことをさも正論家のように振る舞って言うのがすごい良くないですね。で、そもそも書かれてる物事が多すぎて、じゃあどれが正しい情報で、どれが正しくない情報なのかも、言われてる側は非常に精査しにくいですね。乱雑なんだよね、情報が。やっぱ根本的に。100歩譲って正しいことがその大量に書かれてる中に存在したとしても、それはあくまで大量に書かれてる、まずゴミ、そのゴミの中からまず宝探しをしないといけないわけですよ、言われてる側は。正しいものがあるかも分かんない場所で。そんな場所でなんか、いや、俺が言ってることは正しいんだからお前アドバイス受け入れろよみたいなことを言われても、そんなものは受け入れることができるわけもなく、言うならそれはただの書いてる人の自己満足なわけですね、どこまで行っても。それが不愉快だって言ってんのに、なんか俺の言ってることは正しいんだからコメレターじゃないだろみたいなこと言ってる人は、話の本質を何も理解できてないから黙ってろって言ってるのが、基本的な相違となっております。だからやめようっていう話っていうところまで分かった上で、それでも俺の方が正しいんだっていう人は、多分ちょっとあんまり人の気持ちをおもんばかれてない可能性が高いので、気をつけてください。本当にもちろんね、配信者の人が求めてたら全然いいと思います。エイペックス上手くなりたい、もうどんな細かいことでもいいからリスナーのみんな指摘してくれというタイプの配信者さんのところでは、まあ全然そういうのもいいと思うんだけど、少なくともまあ最強決定戦の参加者に限って言えば、多分そういう求め方してる人って僕がしてる限りいないから。で、カスタムの場って特に結果論になりやすいし、あとはまあリアルタイムで全ての物事考えてやってるから、後から振り返ると答えってわかるのよ。だから、どこのチームでも反省会をするし、反省会ではいろんな案が湧いてくるわけですね。いや、ここをするべきだったなっていうのは、後からゆっくり冷静になって考えるからできることなのであって、リアルタイムで考えてる人の気持ちってのは本人以外にわかんないし、なんかそれをこう後から反省会でちゃんと出てくるところを別の人に言われたら、やっぱムッとするし、誰でも。まあそんな感じでございますので、何かしら心当たりがある人はやった方がいいかもしれないですっていう話でした。まあ基本的にはもうコーチはね、それぞれのコーチに任せるのが一番話が早いです。